ドイツ人以上にドイツ人っぽいと言われた。大島博士といえば、三国同盟推進に尽力した根っからの親独派であった。大島のドイツ美意気は半端なく、毎日のようにドイツ語の本と冊子を読んでおり、酒もドイツの酒しか飲まなかった。大島のドイツ語は日本人離れしていて、そのニュアンスまで使い分けることができた。ドイツ大好き、ヒトラー大好きの大島に、アメリカのジャーナリストは、大島はナチス以上の国家社会主義者、と評した。戦後は国政選挙への立候補をたびたび要請されたが、自分は国家をミスリードした。その人間が公職に就くのは許されない。と一切表舞台には現れず、沈黙を守ったままこの世を去った。しかし、ヒトラーへの心酔ぶりは晩年まで変わらなかったようで、ヒトラーはいろいろ悪く言われるようだけれども、天才であることは間違いない、と語っている。Kindle にて、これだけ読めば大英米戦争はわかるが発売中です。ぜひお求めください。